こんにちは、YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回はエッセンシャルアウトプットについて解説していきます。あなたは人前で話すのが苦手ですか？得意ですか？約8割の人が人前で話すのが苦手のようです。また、勉強でもっと成果を出したいのに成果が出ない方も多いです。仕事で成果を出したいけどうまくいかない人も多いです。そんな全ての悩みを解決する方法がたった一つだけあります。それがアウトプットです。アウトプットとは話す、書く、行動することです。一方、インプットとは読んだり聞くことです。どんなにインプットを頑張っていてもアウトプットをしなければ自己成長はできないです。成長できないってことはあなたの目標が叶わないってことです。約9割のビジネスマンがインプット中心の学びをしています。本を読んだら終わりです。それが9割です。一方、1割の成功する人は本を読んだら行動します。本を読んだら誰かに教えます。本を読んだら文章を書きます。これからはアウトプット中心の勉強をしてください。アウトプットするだけで人生が変わります。今すぐインプット中心の勉強からアウトプット中心の勉強に変えてほしいと思います。この動画ではアウトプットの基本ルール4つ、話すのが得意になる2つのポイント、文章を書くのが好きになる2つのワーク、行動できる人の2つのポイントについて解説していきます。まずはアウトプットの基本ルール4つ。1つ目は運動性の記憶は忘れにくい。インプットとアウトプットは何が違うのか。キーワードは運動です。アウトプットとは書いて覚えます。声に出して覚えます。つまり運動しています。運動性記憶として記憶することがアウトプットです。文章を書いたり話すため手と体を使って運動で記憶していきます。運動を使うと圧倒的に忘れづらくなります。今後は本を読むだけは絶対にやめてください。読んだら文章を必ず書いてください。聞いたら必ずアウトプットすることを自分のルールに落とし込んでください。続いてルールの2つ目は繰り返し使う情報は長期記憶される。人間の脳にはルールがあります。それは使う情報は保存されて使わない情報は捨てられるというルールです。何度も繰り返し使われる情報を重要な情報として脳は記憶します。では何度も繰り返し使われる、それは何回なのか。結論は出ています。2週間に3回以上使われると脳は覚えることができます。それが脳にとって重要な情報です。一方、2週間に3回以上使わない情報は重要ではない情報、忘れられる情報です。あなたが勉強で成果を上げたいのであれば、情報を入力してから2週間以内に3回以上アウトプットするようにしてください。長期記憶として残りやすくなります。ルールの3つ目がインプットとアウトプットの理想は3対7。コロンビア大学の実験によると、最も記憶に効果の出るインプットとアウトプットの比率は3対7です。インプットに使う時間は3割にしてください。残りの7割の時間をアウトプットに使ってください。あなたが話をうまくなりたい。それに10時間使えるのであれば、3時間は話し方だったり、うまくなる方法を学ぶのに使ってください。残り7時間は話したり書いたり、行動する時間に使ってください。ルールの4つ目は、フィードバックで自己成長が加速する。実はインプットとアウトプットを繰り返すことで自己成長しますけど、その間には必要なプロセスがあります。それがフィードバックです。フィードバックとはアウトプットの結果を評価して次のインプットに向けて見直しだったり改善を加えることです。インプット、アウトプット、フィードバックのサイクルを繰り返してください。過去の自分よりも確実に成長することができます。続いて話すのが得意になる2つのポイントを説明します。1つ目は自己紹介のコツです。これからの人生であなたは何十回も自己紹介をします。苦手な人は今から練習するしかないです。自己紹介は練習することによって誰だって上手になります。自己紹介で一番大切なことは周りの人の記憶に残ることです。ではどうしたら記憶に残るのか、ポイントを5個解説します。1個目、他者と差別化できるポイントを入れることです。差別化のポイントは自分の尖った部分だったり長所をしっかりということです。特技がない場合は自分の好きなことを盛り込んでください。続いて2個目は数字を入れてください。もしあなたが鬼滅の刃が好きなのであれば、映画は6回見ました、このように話してください。好きの度合いを数字を入れることによって強調することができます。3個目、練習をすることです。声に出して何度も読んでください。練習してください。自己紹介、プレゼン、話し方っていうのは練習することによって必ず上手くなります。4個目、大きな声ではっきりと話す。自己紹介で一番重要なことは内容ではないです。大きな声ではっきりと話すこと、これが最も重要です。5個目、笑顔で話す。常に笑顔を意識してください。笑顔で話すことによって実は緊張の予防になります。人間の脳の仕組み的に笑顔を意識することによって過度の緊張がなくなります。続いて2つ目です。メモを活用することです。僕は必ずメモを書いてレコーディングをしています。あなたは人前で話すときにしっかりとメモを書いてますか？話す前にメモを書いて準備をしてください。原稿にまとめたりメモにまとめてください。ポイントはメモ用紙に大切なキーワードを3個書いておくことです。人間の脳は同時に3つのことしか処理ができないです。そのためあなたが人前で話すときは3つのポイントにまとめてください。何かあなたが話したいことがあったらすぐにメモを書く。この習慣をしっかりと身につけることによって人前で話すときにうまく話せるようになります。続いては文章を書くのが好きになるワーク2つ紹介します。文章を書くのが苦手な方が多いです。苦手な方は文章を書くのが嫌いな方が多いです。あなたには文章を好きになってほしいです。書くのが楽しいと思ってほしいです。1つ目は体験したらすぐにメモをすることです。読書をした後、動画を聞いた後、映画を見た後に感想とか気づきをノートに書いてください。誰にも見せなくていいです。あなただけのノートを作ってください。ポイントは直後にすぐ書くことです。なぜならすぐ書かないと時間とともに記憶が薄れていくからです。書くことによって記憶が定着します。今日からは楽しかったこと、学んだこと、感動したことをメモする習慣をつけてください。まずはアウトプット用のあなただけのノートを1冊買ってください。思うままに書く。これをやってほしいと思います。2つ目は産業ポジティブ日記でやる気を上げる。何から書いたらいいかわからない。文章が苦手な人に多い悩みです。そんな方におすすめのやり方が1日3行だけ書くことです。今日あった楽しかったこと、学んだこと、自分を褒めたいと思ったこと、ポジティブな出来事を3つ書いてください。大事なことはネガティブな出来事は書かないように注意することです。必ずポジティブなことだけ書いてください。文章を書くのが楽しくなって仕事の成果も出やすくなります。最後は行動できる人のポイントを立つ。行動しないと僕たちは絶対に自己成長しないです。なぜ人は行動に移せないのか。現状維持が心地いいからです。しかし現状維持で行動しないと変化もないです。自己成長することもないです。逆に言うとあなたが新しい行動を始めればいつだって自己成長できます。2つのポイントを伝えます。1つ目はちょっと難しいことにチャレンジすることです。跳び箱を例に説明します。あなたは今5段飛ぶことができます。最終的には8段飛びたいとします。いきなり8段に挑戦しますか？きっとしないはずです。6段からやる方が多いはずです。このようにちょっと難しいことの目標を1つずつクリアしてできる範囲が広がっていきます。できる範囲を広げることが重要です。最終的には8段飛ぶことができて大きな目標を達成することができます。僕たちの脳はちょっと難しい課題に挑戦するときにドーパミンが最も大量に分泌されます。小さなチャレンジの積み重ねが結果としてあなたの大きな自己成長に結びつくってことです。2つ目は教えるは最強のアウトプット。教えることは最強のアウトプットです。僕は常にやっています。アメリカ国立訓練研究所の調べによると講義を受けるだけだと記憶率は 5% しかないです。あなたがせっかくいい話を聞いても記憶に定着するのは 5% しかないってことです。一方人に教えるときは記憶率は 90% です。YouTube 図書館で学んだことを教えるのが苦手だったらこんなチャンネルあるよ、すごい見た方がいいよ、これだけでもあなたの記憶に定着します。人に説明して相手に理解させることができたらあなたが十分に理解している証拠ってことです。そして人に教えることによって自分の理解が不十分な部分もはっきりと分かります。話す練習をするとなんて理解できていないんだ、もっと深掘りしなきゃ自分で分かります。人に教えるってことはアウトプットするだけではなくて、自分の弱点を知るフィードバックにもなるってことです。さらに分からなかった点を後から復習してインプットをすれば自己成長も加速します。教えるっていうのはインプット、アウトプット、フィードバックといった自己成長のための3つのステップを全て含んでいる最強のアウトプット方法です。本を読んだり人の話を聞いたらあなたも教えるという最強のアウトプットをぜひやってください。それではまとめいきます。アウトプットの基本ルール4つ。1つ目は運動性記憶は忘れにくい。ルールの2つ目、繰り返し使う情報は長期記憶される。2週間に3回書いて復習してください。ルールの3つ目、インプットとアウトプットの理想は3対7。ルールの4つ目、フィードバックで自己成長が加速する。インプット、アウトプット、フィードバック、このサイクルを繰り返してください。続いて話すのが得意になる2つのポイント、自己紹介のコツ。ポイントは5個あります。この5個を満たして周りの人の記憶に残る自己紹介をしてください。他人と差別化できるポイントを盛り込む。数字を入れる。練習をする。大きな声ではっきりと話す。笑顔で話す。続いて2つ目はメモを活用することです。メモがなくて準備不足だと緊張したり混乱します。原稿にまとめる、メモにまとめる、3つのキーワードをメモしてプレゼンをやってみてください。続いて文章を書くのが好きになる2つのワーク。1つ目、体験したらすぐにメモする。この習慣をつけてください。本を読んだ後、プレゼンをした後、映画を見た後に感想、気づきをノートに書いてください。アウトプット用のノートを1冊用意してメモする習慣をつけてください。2つ目は産業ポジティブ日記。今日あった楽しかったこと、学んだことなど3つ書くワークをやってください。大事なことはネガティブな出来事を書かないことです。必ずポジティブなことだけ書くようにしてください。最後は行動できる人のポイントを立つ。1つ目はちょっと難しいことにチャレンジすることです。小さなチャレンジの積み重ねが結果として大きな自己成長に結びつきます。2つ目は教えるは最強のアウトプット。教えることによってインプット、アウトプット、フィードバックという自己成長のための3つのステップを全て含んでいます。教えるは最強のアウトプットです。本を読んだら誰かに教える習慣っていうのを身につけてほしいと思います。アウトプットの重要性を理解できましたか？話す、書く、行動する、当たり前のことをしっかりやるだけで友達ができます。人間関係が良くなります。勉強が楽しくなります。人前で堂々とプレゼンができます。いいことしかないです。すべてアウトプットへ手に入れることができます。アウトプット力はあなたの人生において最強の武器になります。あとは一歩踏み出す勇気を持ってあなたが実行していくだけです。書いたり人前で話すっていうのは勇気のいる行動です。アウトプットのトレーニングを一つ一つ実行していってください。アウトプット力を磨くことであなたの自己成長が飛躍的に進みます。人間関係も豊かになって自分の夢が叶って楽しく幸せな人生を送ることができます。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。